です。ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。はい、ということでですね、本日は何に笑ってんですか。かき氷カフェ&バーさんからお届けしたいと思います。あ、そうなの。え？かき氷屋さんなんですか、ここは。そうなんです。かき氷カフェ&バーイエローさんからお届けしたいと。イエローさん言ってないだろ。イエローさん言ってないだろ。かき氷カフェ&バーイエローさんからお届けします、はい。六本木のど真ん中にあるかき氷屋さんです。夜も営業してます。それでは今日の質問です。堀江さんがよくおっしゃる会社が嫌なら辞めればいい、辞めさせてくれないならバックれてしまえばいいとは、バイトや社員を集められないような会社や経営者は淘汰されればいいと解釈でいいのでしょうか。つい最近すき家のバイトが各地でバックれる事件が相次いだようで、以前堀江さんが話していたこの事件を思い出し質問しましたという質問です。ということで、はいはい、今日も質問に答えていきたいと思いますけれども、はい、ということで本日のゲストはですね、コンビニアイス評論家の、はい、アイスマン福留です。イエイ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 。そしてですね、今週、場所をお借りしておりますかき氷カフェ&バーイエローさんのプロデューサーでもありますピクシブの永田博明さんです。なんかこうしてる間にもお客さんが続々と入ってきて、本当ですよ、まだオープンして人気店ですね、客足が途切れることがない、うん、こんなもん、ね、オープンしてまだ間もない、ね、今年の4月に。みんなかき氷を食べに行く時間帯ってどれぐらいなんですかね。今だとやっぱり平日は、うん、仕事終わり6時以降とかが、ね、仕事終わりにかき氷を食って帰る、うん、はい、ホリエモンチャンネル。ということで、はいはい、まず質問に答えていきたいと思います。私はこう答えました。そういうことだよ、まあこうやって群れないとできないのは情けないけどね、うん、こういうふうにすれば経営者だって少しは考えると思うよ、うん、でもすき家の代表手強いと思うけどね、各国省っていう。バックレどうですか、バックレ。いや、バックレればいいんじゃないの、いや、そんな嫌なんだったら。僕よくバックレました。本当ですか。うん、1日持たずに半日で昼休みに脱走したりしてましたからね。まあ僕はバックレたことないですけど、うん、まあ別に嫌なんだったらバックレればいいんじゃないのって気はしますけどね。バックレるってでもなんか一言いりません？いらない。いやだからみんな一言入れ、いやだからそれは普通のまともな会社で、うん、まともな労働条件で働いてるところでバックレたらそれは最悪なやつだよ。うんうん、だけどこれはねえだろっていうぐらいなんかこき使われてたとか、うん、そういう時にその要は真面目な人って、うん、いやそれでもこれまでお世話になったからとかって挨拶をしに行くじゃない、ね、そしたらなんかちょっとなだめすかされて、うん、いやいや俺ちょっともう反省したから君たちに今度からまたちゃんとやるよとかって言って、ね、まあ、大体1週間ぐらいするとまた手のひら返されてみたいな、それでどんどん病んでいく人って多いんですよ、うん、だからそうやって真面目な人たち その良心をすごく踏みにじる人も多いから、それはもうちょっと不真面目になってもいいと思いますよ。こういう会社って得てしてものすごくいい条件で求人広告と出したりしてんだよ ね、なんか中身は違うね、月収40万以上保証とかさそういうの出してんだよ、ね、確かに頑張ればそれぐらいいけるんだけど、確かに、うん、でこうコキ使われて離職率がめちゃくちゃ高かったりとかするんだけど、そういうのに釣られるやつも釣られるやつだよって俺は思うよ。そんなうまい話が落ちてるわけねえだろうって。確かに何のスキルもない若造が月収40万もらえるわけねえだろう、裏があるに決まってんだろうって思えよ。美味しすぎる話はないっすね。そうだよ、そういう感じで考えてみてください。そろそろかき氷食うか。はい、ということで本日のかき氷は何でしょう。はい、本日はですね、チャイのかき氷。チャイ、はい、チャイですか。はい、この一番上に乗ってるゼリーみたいなのは、はい、これは何でしょう。これチャイで作ったゼリーです。チャイのゼリーなんだ。じゃあいや今日はでもかき氷結構めっちゃボロボロいった。うん、これチャイだ。お、これチャイだよ、チャイだよ。寺田さん、ゼリーもチャイ来たぞ。ゼリーもか、あ、チャイだ。チャイ、これチャイだよな。どうすか。すごい。そうですね、チャイ結構人気メニューです。トップ食い込めましたか。チャイだ。これはチャイだよ。ちゃんとシナモンの風味する。あ、
これもかなり人気メニューということなのでね、はい、六本木のど真ん中にありますかき氷カフェ&バーイエローさんで皆様来てみてください、はい、ということでありがとうございました。メルマガの登録はこちら、 YouTube チャンネルもよろしくね。